傭兵を追放したばかり、あれも誤爆が原因でした。小太郎との間に何か隙間風が吹いているようにも見えます。一人で勝ち名乗りを受けました。鈴木小太郎、落ち着いてましたか。いやー、どう、なんかこの後あるのかな。いや、ちょっと何かの騒がね、起こってますよね、傭兵を追放、欠員が出たこのペロス。さあ、野沢が何か探してますね。いや、あの傭兵にはここからパイプユースを出してめった打ちにしたんですが、今日はさあ、このケース、ブルーの工具が入っているケース、おっと、こすり合っています。小太郎も怒っています。おー、これは仲間あれか、睨み合う野沢と小太郎。いや、握手、これは野沢らしい、裏切ると見せかけて、よかったよかった、仲間あると見せかけて、野沢小太郎の手を挙げます。小太郎はちょっと疑惑の目を向けていますが、どうなんですかね、マスクさん。あの箱出したからてっきりもう行くと思いましたよね、傭兵と同じような流れになりましたので、いや、行くのかと思いきや、ここは握手を交わしています。一旦はじゃあ大丈夫ってことですね。そうですね、よかったよかった。いや、ヒヤヒヤさせましたが、ペロス、ここは安泰というところです。鈴木小太郎が勝利しています。さあ、今日の第7試合です。 GAC ジュニアタッグ王座決定戦が行われます。ペロスを抜けた傭兵が小峠と組んで、早田進とジュニアタッグベルトを争います。